一は Guilty Gear Exile。Who dares to enter the main？ さあ決勝戦ワンピンが座るのは、ワンパンマン。それに対して出てくるのはハメンチ、ハメンチ、ハメ太郎ベッドマンということですね。うるせえ、ハメ太郎って書いたんだもん。下北沢、あ、はい。So versus Batman. Get ready to run. Heaven or Hell. Duel one. Let's rock. さあ開幕両者離れて、ベットマンは球を投げていく。落ちろ。何やってんだよ。ワンピー側が、投げファースト、ロイソル、ワンパンマンのソロのチーム、スーピー側、ハメ太郎、ベッドマン、メインダブルゼロ、サッドリーチーム、先方は、ワンパンマン、ソル対、ハメ、あっ、おお、球投げたところに、ワンパンマンかヤンパンマンの顔でしょうか。ハメ、燃えちゃったよ。さあ落としてジャンケン、うわーちょっと怖いタイミングのバーストでしたが、上から来る、さあ取って上から来る、ハンジがなかなかしづらい、スクーチ投げ、端画面端まずいぞー、画面中DDDKD からクロキルー、まあ、あガッツポーズから投げていく、さあハメージュがどうした、動きがちょっとまずいぞ、あわあ生きた、生きてる、あーハメージュいけないよ、チェックメイトだということで勝ったのはワンパンマンソル、まるで手応えがない、ハメンチュー、ソロ得意、ソロ得意、スパーリング、若いやつだった、心折られた、ひよった自分で決勝という舞台でハメンチューはひよってしまったらしいです。Here comes a daredevil. いや、ハメンチューのバーストはいつもすごいよ。Who dares to enter the main?今日は5月31日。Draconica Falls. Soul versus Villia. Get ready to. Heaven or Hell. さあ、中堅出てきますわ。サトゥーミリア。さあ、サクジョニーのね、ソル戦は非常に安定していたんですけども、やはり今回のこの組み合わせでは結構ヒーヒーしてしまうそうですね。8K は本当偉大だったんだなと、思います。上海が刺さる、おらっとこういって落としたいところですが、もうその技はありません。落としたいかな、ファフニールガードゴー、エンゲスタッシュハイスラから後攻でもらったモヤ、ファフニールプレッシャーをかけていく、相手打球ここ見てる、ここでキャンでしたが、ボタンの入力はね難しいっぽいですね。しっかりやっぱそこを直下しないと反撃が難しいし、なかなか連打系も難しいみたいですね。燃えてしまった、いいいいいい、当たらず、これはラッキー、このチャンスは無駄にしたくない。サブーミディア噛んでる、ガードしてマイケルヒット、これ美味しいぞ、殺せるかな、あと1回か、いや3連いっちゃいますか、置き攻め、ゲナヒット、前ハイ終盤、一本選手サズー。デュオル2、オールオア
nothing. どう？さあこれは勝利を削って、まずはバースを剥がしていきます。さあ砕けた総裁合戦、これはミディアの方が気まずいでしょう。嫌がって、あーパスト、ラッキーラッキー、今回ダースト連続ヒットしちゃうと、このね当てる瞬間にあの連打入力になってしまうので、モーカルカウンター中にダストを当てて上に飛びたい場合は、ニュートラルに戻して上方向に入れてあげないと、今みたいに横飛んだったり技が使えますね。結構面倒くさい、すごい先行入力が効いてしまうんだよね。 SP 確かそんな気がします。まあ、違ってもなんか、まあとりあえず冷静に当たったら上か横入れてくださいってことですね。さあマイピータイク、さあサープジョニーって言いそうになるのがミリアが勝利。そしてハメンチのドヤ顔、ハメンチのドヤ顔帰還してよ、ハメンチのドヤ顔帰還してよどこで帰還したの今帰還からドヤ顔したんだ、やべえよ、挑発伝説みたいにうざいですよ。さあ行きましょう、中堅戦、またもやソル、ロイソル対サグリア。さあコメント欄を見るとね、切りはめ削除だというね悲しい声が上がっていますが、エディのハメは許して、ジョニーの切りはめは許されないのか、いないキャラとしては嘆いております。さあシークレットガーデン、さあここでミハイスラ、ジョニーだったら勝っていたかもしれない。エスパ1歩ジャンプ D まで吹っ飛ばしてシークレットガーデン発動、ニケルは仕留める。これがちょっと地味に取るが嫌なんですけど、やはりリカさんの差はマフニールが当たればこれですから、あんま気にしなくてもいいのかもしれませんね。さあここでキキャンでタイミングを出しますが、キキャンをした場合、された側の方が投げ関係に関しては有利っぽいらしいんで、どっかで見たような情報があります。逆になんか何もが暴れてもいないのにキキャンしてたら、あ投げよみたいな感じで返せるっぽいですね。勝利飛んできたら死にません。さあピンピンピンと追い返して、あ、それヒット奥攻め、足払い転生当たらない、ディーといくか、バースト当たらない、勝っているわ、サードミリア一本選手、おいしい。これはミディアとしてはヒット数が多いのでバーストはすごい溜めやすい、というね弱点を、まずねバーストを吹かせたことによって次のラウンド非常に有利になりましたね。ある程度長いコンボを使ってもしばらくはバーストを気にしなくていいですからね。さあ投げて画面端、マイピーエース、フリッツを取っている、あー細かいところからちょっとジョニーっぽくなってきた。さあダッシュ画面端、5パン5パンとゲージを剥がしていく、 2S2S 前ハイスラから中央前ハイから下段ヒット、前 P で出していきますが、ここで1本取り返していきます。ロイソル先ほどねバーストを出したことに、大体ねあのバースト当てた場合 B の数 B の文字までバーストが回復するんですけども、まだ次のポーズしかないですね。さあここはうまい差し合いで全然デジタルスカッターを使っていく。さあしばらくラシークルトガーデン横横そしてネットを落としていく、ダメ足勝利に対してタッチピーからジャンピー、 S ハイスラ置き攻めは難しい、距離上昇難しい、しかし攻撃間に合わず、さあ危険を使って砕けるガード、画面足ゲージは 100% プラマスイ
さあ、スクリーンがうまい。うまーく持っていって、画面足、ギャンを使ったが、どうなるか、これ、足からヒット、まーずい。あー、もっとまずい。拾って、キサゴレと、キサゴレと叫ぶハメンチとドヤ顔、一本。なんだよ、それ。はい、先ほど B 番台で使った大会台ですが、イグザード固定台となっておりますのでね、やりたいことはどんどんやっちゃってください。さあ、サンタデリーシュはサトゥーミディア。はい、行きましょう。ナギファースト対サトゥーミディア。さあ、ここで画面足。面白い、発射エースさん。さあ、総裁。さあ、ここで攻め中段ヒットから KSDKS と決めて KSD かな、パクっていきます。中段、そしてダソー。さあ、ここで一気に決めて一本選手サーブリーチ。さあ、かなり立ち回り熱い展開が続いております。先制合戦、助けで抑える。サマリファースト、ここは止めていったんですけども、うまく差し返していった。サブ後ろに立って、ガミガシ、わーっと、これがついこん、あーっと、ついているが届かない。必殺のノリルスカシメント、当たらない。ガミガシ勝ちたい、これ面白い。基礎当たり、うわーが落ちない。ファーストはちょっと辛い。このラウンドはファーストスカってしまったので、さあ、またもや打っていく。爆弾ヒックスとアイ投げて下で待つ。アーリーカウンター、ゲージが 50%。 あーっと、ロマッキャン2敗。ジャム率上がってないけど上がってる。勝ったのはサトゥーミディア。サンタデで本日の固定スリーオンスリーチーム優勝チームはみんなメルゼル、サトゥーミディア、ハメンチュ、ベッドランチームです。おめでとうございます。すごいですね。ハメンチュ、じゃあなんか一言いりますか。これがチームの勝利ですよ。やり直すことができる。皆さんに頭下げてこいよ。はい、というわけで本日の優勝チームはシングル2人が揃ってそこに、サトゥーミディアでした。おめでとうございます。いや、すごいですね。結構ね、美味しい場面がありましたが、それをものにした里が強かったのでございますね。現在ヤクルトスワローズは11対4、1点入れられましたが、まだ勝ってます。よし、お疲れ様でした。